皆さんこんばんは。この時間は東京渋谷の NHK ホールからの生放送で N 響第1833回定期公演をお送りしてまいります。ご案内は大林夏子です。熊本を中心とする地震で被災された方々、まだまだ大変なご苦労をされていらっしゃることと思います。今夜の N 響定期公演では冒頭で地震の犠牲者への追悼演奏が行われ、黙祷が捧げられます。今日はゲストに音楽評論家の船木敦也さんをお迎えしています。船木さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて N 響定期今月の指揮者はアメリカ出身のレナード・スラットキンです。今日のプログラムご紹介しましょう。前半はベルリオーズ作曲歌劇ベアトリスとベネディクト序曲、竹光徹作曲ケーズファミリーツリー、語りは女優の山口真由。そして後半はブラームス作曲交響曲第1番破綻調作品68です。船木さん今日のプログラムいかがでしょうか。そうですね、とてもユニークなプログラムだと思いますね。はい、例えば序曲で今日みたいに序曲で始まってね、こうオーケストラをウォームアップして、そしてメインである後半の交響曲行く前に、こう競争曲なんかね、コンチェルトをやるのが普通かもしれませんけどもね、そこへこのね、しかもアメリカの指揮者としてこう、日本の竹光徹の、語りとオーケストラが同時に進むという、とても面白い作品なんですけれども、それを持ってくるというあたりはね、いいですね。ちょっとどんな感じになるのかなというね。このファミリーツリーは他ならぬスラットキンさんが世界初演を指揮していらっしゃるということで、はい、実はそうなんですね。1995年にニューヨークフィルの、お祝いのために書かれた、作品で、当時は英語版で初演されたということですけどもね、今日は日本語でオリジナルでスラットキンさんも指揮をなさいます。はい、初演して以来この曲を振っていなかったそうで、初演以来、あ、そうなんですか。今日の演奏会ということです。竹光徹没後20年ということですけれども、その曲、この竹光の作品を今日聴けるっていうのもまた貴重かもしれませんね。そうですね、N 響は今年もこの竹光徹没後20年というのはとても意識しておりまして、年間通していろいろな作品を今後もやるようですけれども、今日の4月22日がですね、その第1曲目ということになります。はい、はい、では、簡単に1曲目のベルリオーズ作曲歌劇ベアトリスとベネディクトについてもご紹介いただけますでしょうか。そうですね、ベルリオーズはあまり、イメージないかもしれませんけども、オペラに非常にこう心血を注いだ方で、そんなに数はないんですけどもね、トロイア人とか、有名な作品ありますよね。このベアトリスとベネディクトもオペラの序曲 で、最後に書いた彼が最後に、作曲したオペラ作品で、シェイクスピアの空騒ぎという劇が、元になっているお話ですね。オーケストラが本当に、なんて言うんでしょう、まずはこう技術をね、しっかりと見せる、そういう見せ場の曲だと思います。はい、ではステージにそろそろオーケストラが揃いました。船木さんどうぞ客席でお聴きください。はい、今日は演奏会の冒頭に熊本を中心とする今回の地震の犠牲者に対する追悼としてバッハのアリアが演奏され、黙祷が捧げられます。Thank you.
ただいま NHK ホールでは追悼演奏に続いて指揮者、楽団員、聴衆全員が地震の犠牲者に黙祷を捧げています。追悼演奏としてバッハのアリアが演奏されました。スラトキンさんは一旦舞台袖に下がっています。 NHK ホールから生放送でお送りしています N 響第1833回定期公演。プログラム1曲目はベルリオーズ作曲歌劇ベアトリスとベネディクト序曲、管弦楽 NHK 交響楽団指揮レナード・スラットキン。今日のコンサートマスターは第一コンサートマスターの篠崎文則です。
ベルリオーズ作曲歌劇ベアトリスとベネディクト序曲管弦楽 NHK 交響楽団指揮はレナード・スラットケンスでした。指揮を終えられたスラットケンさんはオーケストラに向かってうなずかれて、その後客席に向かってお辞儀をされました。今舞台袖に、下がっていかれたところで、舞台上は次の曲への準備が行われているところです。次にお聴きいただきますのは武満徹作曲ケーズファミリーツリー、若い人たちのための音楽史です。1996年に亡くなり、今年没後20年を迎えた武満徹晩年の作品で、1992年に作曲されました。谷川俊太郎の詩集裸から、武満が選んだ6つの詩、昔々、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、遠くをテキストに用いています。初演は1995年、今日の指揮者スラットキンとニューヨークフィルハーモニックによって行われました。語りを担当しますのは山口真由さん。プロフィール簡単にご紹介いたしますと、2000年生まれ、現在映画やテレビドラマで活躍中です。公式プロフィールによりますと、クラシックバレエ、ピアノが趣味とのことで、将来を期待されている若手俳優のお一人です。それではお聴きいただきましょう。武満徹作曲、語りとオーケストラのためのケーズファミリーツリー、
若い人たちのための音楽史。語り山口真由、アコーディオン太田智美、管弦楽 NHK 交響楽団、指揮レナード・スラットキンです。
下にいる。目を開けて、私たちには見えないものを一生懸命見ようとしている。なんだか困っているようにも見える。とっても慌てているようにも見える。前には気がつかなかった大切なことにたった今気づいたのかもしれない。もしそうだったら、みんな泣いたりしないで静かにしていればいいのに。でも手も足も動かせないし、口も聞けないから、どうしたいのか誰にもわからない。
り誰かに胸を押されているみたい。その時急にその息が止まった。びっくりしたままの顔でおばあちゃんは、誰の顔も見ずにお父さんはまっすぐ前を向いてご飯を食べている。ご飯の湯気で眼鏡が曇っているので弟がそう言ったら、うん、と答えて、メガネをシャツの裾で拭いた。お父さんが何を考えているのか、私には分からないけれど、私のことではないと思う。弟のことでも、お母さんのことでもない。何を考えているの？と聞けば、別に、というに決まっている。前にお父さんの子供の頃の写真を見た。広い野原の真ん中に立って眩しそうに空を見上げていた。今でも時々似たような顔をする。お父さんの箸が里芋をつまんだ。口を開けたら奥の金歯が見えた。お父さん、お父さん、ずっと生きていて。分かっている。眠ってしまいたいけれど、お母さんが崖から落ちる夢を見そうで怖い。昼間学校から帰ってきたら
カレー作りながらビール飲んでた。お母さんまた飲んでるって言ったら、はいまた飲んでますって言った。それからお母さんは出かけた。今どこにいるの？電車に乗っているの？まだどこか明るいところにいるの？誰と話してるの？私とも話をしてほしい。帰ってきてほしい。今すぐ。泣いててもいいから、怒っててもいいから。私はよっちゃんよりも遠くへ来たと思う。正しくよりも遠くへ来たと思う。五郎よりもお母さんよりも遠くへ来たと思う。もしかするとお父さんよりもひいおじいちゃんよりも。水曜日に家を出て行って、日曜日の夜遅く帰ってきた。痩せこけて泥だらけで、いつまでもピチャピチャ水を飲んでいた。五郎がどこへ行っていたのか、誰にもわからない。ずっと歩いていくと、どこに出るのだろう。
知らないうちに私はおばあさんになるのかしら。今日のことも忘れてしまってお茶を飲んでいるのかしら。一人でいいから好きな人がいるといいな。その人はもう死んでてもいいから、どうしても忘れられない思い出があるといいな。どこからか海の匂いがしてくる。きっと海よりももっと遠くへ行ける。渋谷の NHK ホールからの生放送でお送りしています N 響定期公演。式を終えられたスロットキンさんはまず語りの山口真由さんに拍手をした後、お二人で握手を交わしました。
山口さんお一人でも舞台中央に登場されて客席からの大きな拍手を受けました。NHK ホールまだ大きな拍手が続いています。山口真由さん、そしてスラットキンさん、舞台中央に登場されました。今夜は山口真由さん、清楚な感じの白いワンピースを着て語りを担当しました。 N 響の皆さんからも拍手が送られました。さて NHK ホールは15分間の休憩に入りました。今夜のゲストは音楽評論家の船木敦也さんです。前半の演奏を聞きになっていかがでしたか？はい、私先ほどねユニークなプログラムだと申し上げて、まあ序曲の後に競争曲が来るのがね、ある意味で定石なんだけども、ちょっとユニークだって申し上げたんですが、これある意味で競争曲っていう感じがしますよね。それはなんて言うんでしょう、そのやっぱ言葉が音楽として扱われている、それはメロディーがついていないけれども、やっぱり山口真由さんはね、今日のソリストだったんだと思いますね。で、彼女の声が素敵でしたね。まあ、これは作曲家竹光徹が12歳から15歳の少女を起用せよと、まあ、できればそうしてほしいという、ことで書いた作品ですよね。でその意図が何か分かった気がしますね、山口さんの声聞いてね。途中でこうちょっとこう語尾だとか声が低くなるところで、なんて言うんでしょう、もう大人の声ね、まあもちろん彼女はもうプロの女優で、それは計算されたものかもしれないけれども、やはりこの年で出てくる、なんていうの、そのこのたゆたう感じね、その少女とこの大人のね、だからやっぱりその竹光さんはそれを十分考えて、この詩とこの音楽にはこういう声が必要だと思ったんじゃないですかね。まあ、竹光さんのね、作品はもちろん20世紀の現代音楽で、今日聞いたのよりももう少しこうね、不協和音が激しかったり、旋律らしい旋律というものが何かこう見えにくいようなね、作品もあったかと思いますけれども、これはその辺をこう惜しみなくね、そうですね、綺麗なね和音も、いわゆる伝統的な和音もところどころ使うし、調整感といいますかね、そのドミソ感といいますかね、そういうのもありますでしょ。でそれはまあ、彼自身が言ってることですけども、ただ単にノスタルジーで用いたんじゃないと、この作品でね、その調整というものを、これ彼の言葉ですけども、この世界の音楽大家族の核にあるものだと信じているから用いたんだって言ってるんですよね。これ音楽大家族って今日、まあ、家族のね、詩で、これ谷川俊太郎さんの詩ですけれども、まあ、それと絡めて言ってるんだと思うんだけど、いろんな世界に音楽があるけどもね、その核となるのはやっぱり調整っていうのは、やっぱり核として自分は認めるという、まあ宣言だと思うんですよね。これ90年代の作品でね、竹光さん、まあ、晩年になってそういうことをはっきりと言うようになった、でそれが何でしょうね、こうこの詩を聞いてると、ほらこう太古の昔と現在っていうのが結局つながってるっていうか、一瞬のうちにね、それを行き来するような詩がありますでしょ。例えば最初のところは、昔々私がいたって始まって、今の太陽と同じ太陽がギラついていたって、なんか今と太古がね、こうスッとこう飛び越えるような詩で始まるんだけれども、そういうずっとこう核になるようなね、音楽の核がまあ調整だとすれば、人間の在り方の核にね、やっぱりこう受け入れるにせよ拒否するにせよ家族があるっていうようなね、まあ、それをまあ竹光さんはこの谷川さんの詩に読み込んだんだろうと思うし、だからこそこういう音楽をね、みんなにこう口当たりのいいものを出そうという意味じゃなくて、意識的にね、もうその晩年の彼が行き着いた、なんて信念というかね、それがとっても今日の山口さんのね、語りで伝わってきましたね。そうですね、
かすごく思春期の敏感なこう微妙な心の揺らぎみたいなものも感じましたし、それもありますね、この年代だからこその彼女だからこその語りっていうのもすごく感じましたし、あとこの間の取り方ですとか空気感っていうのがやはりこのなんか日本のオーケストラが演奏するからこその強みみたいなものっていうのってあるでしょうね。それはやっぱりプレイヤーたちがその詩に耳を傾けながら ね、今日私の言い方で言えばソリストに耳を傾けながらだけども、そこで何が、ね、こう語られてるかって分かった上での呼吸感、はい、ただね驚いたのはそのスラットキンさんはアメリカの指揮者で、はい、まあ、初演の時は英語版でやったんだけれども、どのくらいね、日本語をご存知か私は存じ上げないんですが、いや本当に導入ったその Q の出し方 ね、いや、まあ、楽譜に楽譜を見ながら、はい、スコア見ながらの指揮ではありましたが、あの山口さんは指揮されてましたよ ね、ある意味でね、本当に視覚的にも彼女のその才能もあってのことでしょうけど、その辺ね、だから、まあ、本当に音楽として扱ってるとね、まあ日本語も英語もないのかなっていう感じはしましたけど、あのスラットキンさん、先ほどあの初演の指揮をされたということをご紹介いただきましたけれども、あの実際にその初演時のリハーサルの時に竹光徹からアドバイスももらったというふうにおっしゃってましたから、あ、まあ、なんかこう初演者の指揮というのはやはり特別なものもあるのかななんて思って聞いてましたけれども、ね、彼の楽譜にはこうスラットキンさんのね、持参のスコアには作曲家直伝のね、なんかこう秘訣がメモしてあるのかもしれませんね、そうですね、まあ、改めて、竹光徹が亡くなって20年、今年はねたくさんの竹光作品が演奏されていると思うんですけれども、改めてその音楽の魅力というと船木さんはどういうところにお感じになりますか。どうでしょうね、まあ、この作品だけで、まあ、竹光を語れないにしても、まあね、やっぱりこのオーケストラの響きは独特の、まあ、彼のオーケストラ作品にどこにでも聞こえる、なんて言うんでしょうね、こう色と、なんていうかな、この光るようなね、音が光るような感じっていうのはすごくあって、それはもう非常に不思議に精緻にこう書かれているんですけれども、そうですね、やっぱり N 響が今後ですね、5月には波の盆、そして9月になるとあれですよね、首席指揮者のパーヴ・ヤルヴィも竹光徹を Away Alone 2とか指揮するし、これやっぱりオーケストラでちょっと聴き続けて ね、もう一度振り返りたいなという思いがありますね。この今言ったような特徴がね、どういうふうに、あの曲によってね、微妙に変わったこう光を発するかっていうのはね、以前はね、あの竹光作品ばかりを集めて聴、ける機会も多かったんですけどもね、これを機会にね、もうちょっとそれも、活性化するといいなと思いますけど、はい、さあ NHK ホールから生放送でお送りしています N 響第1833回定期公演、ここで改めてスラットキンさんのプロフィールをご紹介いたしましょう。1944年アメリカのロサンゼルス生まれ、ジュリアード音楽院に学び、1979年セントルイス交響楽団音楽監督に就任します。その後ワシントンナショナル交響楽団音楽監督や BBC 交響楽団首席指揮者を歴任、現在はデトロイト交響楽団とフランス国立リヨン管弦楽団の音楽監督を務めています。 N 響とは1984年に初共演して、今回は8度目の共演となりますけれども、スラットキンさんといいますと、ご紹介した通りその1979年から96年までセントルイス交響楽団の音楽監督を務めて、そのレベルを大幅に引き上げたということがまずこう、そうなんですよ ね、注目されますけれども、船木さんはどんな指揮者だって感じになってますか。もう私そのセントルイスの頃からね、まあ、レコードなんか通して実は割と好きで聴いてたんですけどね、例えばマーラーの交響曲第1番のね、レコーディングなんかは私が一番よく聴いた録音かもしれない。本当にあのスラットキンさんはあの、なんて言うんでしょう、こう安定感とこう常に発するこのポジティブな気ね、もう本当にですからオーケストラが全くあのこう不安になることなく、こう確実に、リハーサルでやった音を出せるっていうね、その安定感がね、まず素晴らしいと思いますね。あのその